エネルギー価格の上昇などで物価が高騰しているイギリスでは、各地の鉄道労働者が賃上げを求め、一斉にストライキを実施しました。ロンドンからイギリス各地に向かう列車のターミナル駅なんですが、今日は人の姿が少ないです。電光掲示板にも行き先を示す列車はありません。イギリスの鉄道会社で働く労働者およそ4万人が21日、賃上げを求め、 過去30年で最大規模のストライキに踏み切りました。これを受けてロンドン市内の地下鉄やイギリス各地を結ぶほとんどの列車が運転を取りやめました。ローの交渉が妥結しなければ、週内にさらに2回のストライキが行われる予定です。